督は1997年にゴールドマン環境賞を受賞したケリー・シェアリンジェの言葉で、私たちの大量生産、大量消費の社会に警鐘を鳴らしたものです。私はデザインの仕事でホームページやチラシなど常に新しいものを作り出していて、これと同じ疑問を感じていました。私がトイレットペーパーの芯でリサイクルアートを始めたきっかけは、とある友人からの依頼でした。その依頼内容は、友人が用意した場所で何か展示を行ってほしいというものでした。先ほども言いましたが、私は仕事で物を作っては破棄するというその繰り返しに疑問を感じていました。ですが、せっかく機会をいただいたのだから、今までのように物を作り出すのではなく、何かをリサイクルして作ることができないかなと考えました。そこで目に留まったのがトイレットペーパーの芯でした。芯はペーパーがなくなればただゴミとして捨てるだけなのに、とても丈夫な紙でできています。芯には日本工業規格、実施規格が定められていて、メーカーが異なってもほとんど形状は同じなんです。トイレットペーパーの芯って素材として面白いかもと気づき、私はこれを使って何か作れないかなと考え始めました。そして実際作品を作り始めるのですが、リサイクルアートとして最初に3つの決まり事を設けました。1つ目は芯に色を塗らないということ。芯にはいろんな種類があって、いろんな色があります。中には「ありがとうございました」と文字が印刷されているものもあるのですが、それらをそのまま使っています。2つ目は芯の裁断方法を決めたということ。芯は潰した状態から裁断するのですが、芯の中心から分割法で裁断するようにしています。そうすると端っこのゴミっていうのが出ない。最大の大きさは2分の1、最小の大きさは16分の1と決めています。3つ目はリサイクルアートとして創作をする際にも極力ゴミを出さないということ。この3つの決まり事を守って作った大小からなる作品をインスタレーションアートという手法で展示しています。インスタレーションとは現代アートの手法の一つで、空間全体を作品として体験させるものです。同じ作品を展示しても場所や照明が変わると見え方や感じ方が変わります。そうやっていろんなところで展示をして気づいたことがあります。以前海外で展示をした時に思ったのですが、トイレットペーパーの芯で作るアートは、年齢や性別、人種や言語が異なっても比較的受け入れやすく、共感しやすいんです。アートを身近に感じながら感動してもらえるんです。でも、そんな身近に感じるアートだからこそ思い悩んだこともあります。展示会場で作り方をレクチャーしてほしい、ワークショップを行ってほしいという声がとても多くなったんです。興味を持ってくださるのはとても嬉しいことです。でも私は次第に何かが違うなぁとモヤモヤとし始めました。私は作品を通して一体何が伝えたいんだろうと考え始めたんですね。作品を見て感動するだけではなく、その感動をリサイクルするかのように継続することができないかと考え始めました。そこから私のアートは参加型アートという手法で創作し始めます。参加型アートとはその名の通り、資料を集めてくださる方に創作に参加していただくということです。私の作品は芯を集めてくださる方がいなければ作ることができません。でも芯はゴミだからあげるわという認識ではなく、作品を見て感動しリサイクルということに共感してくださった方に集めていただいています。集めるときに集めるさんのご署名をいただき、集める時の決まり事を守っていただいています。参加型アートとすることで、芯を集めてくださっている方はもちろん、集めていない方々も作品を通してリサイクルの意識が伝わるのです。リサイクルアートというと、何か環境問題に関心があるのではないかと思われることも多く、今回スピーカーとして登壇することになった時もスタッフに環境問題について話してほしいと言われました。正直な話、私は環境問題にはそこまで関心がなかったんです。ですがその後ずっとその環境問題というキーワードが引っかかっていました。なぜなら以前展示会場で、芯の接着にはリサイクル品や天然素材が使われているのかと聞かれたことを思い出したからです。芯の接着にはグルーガンというプラスチックを溶かして接着するものを使っているのですが、何か天然素材で接着できるものはないのかなと探し始めます。そこで見つけたのはセロテープ。セロテープは発売当初からほぼ天然素材でできていて、環境に優しく燃えるゴミとして分別できます。そのことに気づいてから、今回私は環境に優しい新しいアートを作り出すことができました。私は別に皆さんに環境問題についての解決を促しているわけではありません。ですが私の作品を通してそういった問題が広がることは可能だと思っています。スタッフも別に私のアートを変えようと思っていたわけではありません。今回のテーマ「鐘」に例えると、スタッフが鳴らしたたった一度だけの鐘の音が私の中で響き続けた結果なんです。誰かの一言や行動が漠然とした疑問や課題に結びつき、解決に導くことがあります。私は作品を作り続けることで、その解決の気づきとなるような鐘の音を鳴らし続けられたらと思っています。